一番くじ、呪術回戦渋谷事変2が1月20日に発売するので、紹介していきます。こちらは1回700円で、1ロット66本ですので、すべて購入したら46,200円になります。A 賞はイラストボードで呪術操作です。全キャラクター書き下ろし、呪術師サイドで構成された A3 サイズのイラストボード当選確率は66分の一で1.52%です。B 賞はイラストボードでカーズです。 全キャラクター書き下ろし、呪訴し樹齢サイドで構成された A3 サイズのイラストボード、当選確率は66分の1で1.52%です。C 賞はスクナのフィギュアです。第2期、渋谷事変。壮絶なバトルを繰り広げる、スクナをフィギュア化。当選確率は66分の1で1.52%です。D 賞波長層のフィギュアで赤輪躍動。サイバージョンです。第2期、渋谷事変。 上層がついに一番くじ初フィギュアか。当選確率は66分の1で1.52%です。E 賞は伏黒当時のフィギュアで恒例バージョンです。第2期、渋谷事変。伏黒当時再びフィギュアで降臨。当選確率は66分の1で1.52%です。F 賞は板取雄二のビッグアクリルスタンドです。一番くじ書き下ろし。板取雄二のビッグサイズアクリルスタンド。 当選確率は66分の1で1.52%です。G 賞は伏黒恵のビッグアクリルスタンドです。一番くじ書き下ろし。伏黒恵のビッグサイズアクリルスタンド。当選確率は66分の2で3.03%です。H 賞は釘先のバラのビッグアクリルスタンドです。一番くじ書き下ろし。釘先のバラのビッグサイズアクリルスタンド。当選確率は66分の1で1.52%です。 愛称は五条悟のビッグアクリルスタンドです。一番くじ書き下ろし。五条悟のビッグサイズアクリルスタンド。当選確率は66分の2で3.03%です。J 賞は下等すぐるのビッグアクリルスタンドです。一番くじ書き下ろし。下等すぐるのビッグサイズアクリルスタンド。当選確率は66分の2で3.03%です。K 賞は真人のビッグアクリルスタンドです。一番くじ書き下ろし。真人のビッグサイズアクリルスタンド。 当選確率は66分の1で1.52%です。L 賞はビジュアルタンブラーです。黒ベースにビビッドなキャラクターカラーでデザインされたビジュアルタンブラー。ドリンクはもちろん。ペンや歯ブラシなどを収納するにも便利。どのタンブラーがゲットできるかお楽しみに。当選確率は66分の12で18.2%です。M 賞はハーフタオルです。キャラクターがデザインされたタグが付いたハーフサイズのメンタオル。黒ベースでスタイリッシュな実用アイテム。 総勢1キャラクターで展開。当選確率は66分の20で30.3%です。N 賞はクリアファイルステッカーセットです。A4 サイズのクリアファイルとステッカーのセット。クリアファイルはキャラカラーをベースにデザインし、ステッカーはいろいろなサイズを1枚に詰め込みました。総勢1キャラクターで展開。当選確率は66分の20で30.3%です。ラストワン賞は、長層のフィギュアでラストワンの赤輪躍動バージョンです。 第2期、渋谷事変、頼れるお兄ちゃん、長層がラストワンバージョンでフィギュア化。以上で一番くじの紹介を終わります。ご視聴本当にありがとうございました。もしよかったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。